院歯科だ。そこのお前、路上活動の許可証を見せてもらおうか。許可証？私、しがない情報屋で名をアールトと申します。今は気ままに旅をし、皆さんにお力添えを。はい、無許可ね。となると店舗も持ってないってことかな。て、店舗？情報商売に店舗って必要なの？なんですか？はあ、じゃあ団体活動許可証を見せてくれ。ま、待て、うちは信用第一、明朗会計。どんな情報でも取り扱っている優良店。なんならここに大陸名情報屋賞受賞賞だって。明確な業務実態がない、つまり違法営業だね。お宅責任者は？ちょっと呼んできてよ。身分証ぐらいは出してもらうよ。責任者？あのお方はとっても立派なお方なんだぞ。それはこの星と共に誕生した古き存在、いわば星そのものの意志、世間万象を映す鏡。だから責任者を呼べ、責任者を。ああ、もうここまで言ったのにまだ信じないの？おかしい、ありえない。はいはい、信じる信じる。状況はよーくわかった。頼むよ、五章だよ。俺はただ人を探してただけで、こんな感じの子供で、人混みに紛れてても一目でわかるような。どんな感じだよ。ほら、君がさっき言ってたあの子だよ。ああ、そう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 、まさにそう。って、あれ、なんで君が知ってるんだ？大明神様がよ、心配かけさせやがって。何するつもりだ。獣院さん、俺が探してたのはこの子だよ。あんた、あんこちゃんだね。この人を知ってる？うん、あんこ知ってる。無免許営業で、金の亡者で、盗み聞き大好きで、子供をいじめるのも大好きなアールトおじさん。あ、でも悪い人じゃないよ。あんこちゃん、俺言わなかったっけ？おじさんはやめて、俺まだピチピチなんだけど。ベリーナさん、これはどういうことですか？裏山から帰るときに崖のそばで偶然出会ったんです。それも毒キノコを食べてる真っ最中に。なんとか薬の調合が間に合ってよかったですよ。出ないと恐ろしいことになってました。あんこの心配してくれてありがとう。でもこういうのは慣れっこだからね。あんこちゃん、どうして一人でそんな危ない場所に行ったのですか？大丈夫、全部行ってみよう。それはこのお兄ちゃんを見張るためさ。変なアニメでも見たのかな、あんこちゃん。皆様方どうかお気になさらず。ねえアールト、あんこに行けって言ったのアールトだよね。なのになんかみんなの目やばいよ。
だからあんこちゃん、そういうこと言っちゃダメなんだって。はあ、しょうがない。こうなったらもう素直に打ち明けるしかないか。ここへ来たのは仕事のためだ。それも非常に重要だね。なんせあんこ、アルト待って。じゃあな、こっちには世界を救う使命があるんだよ。待て。待ってたよ。逃げるなんてとんでもない。最初から本命は君だよ。お兄ちゃん、遊ぼうよ。あんことアルトおじさんは悪いようにしないからね。ほどほどにしとけ、あんこ。お客さんを脅かしすぎだ。アルトには言われたくない。あんこだって普段こんなことしないからね。まあそう警戒するな、漂白者さん。ちと聞きたいことがあってね。あの二人に花を身につけて街を歩いてもらうってのは君のアイデアかい？あの花自体は素人を騙し通せる素晴らしい出来だ。この俺も素直に拍手を送ろう。植物系共鳴者ね。なかなか興味深い。植物系だったらあんこも一人知ってるよ。そうだな、別に驚くことじゃないか。では聞かせてもらおう。君はなぜブラックシュワを探す？そうかそうか、どうやら俺の情報が正しかったようだな。交流にこんなことわざがある。釣られるものは釣られに来たものだけ。つまり君は合格だ。君が探してた人はなんと目の前にいる俺たちでした。どうだい、なかなか有益な情報だったろ。がっかりしないでよ。ブラックシュワってそんな嫌なイメージでもあるのかな。何やらブラックシュワに聞きたいことが山ほどあるようだが、まあまずは俺の話を聞いてくれ。前にも紹介した通り、俺は情報屋を生業にしている。だから俺も商売人の端くれ。俺の情報には対価が必要だ。つまりだな、漂白者さん、俺たちはただ君と取引がしたいんだよ。君には一緒にある測定の遺跡に潜り、ある信号塔のデータ回収に協力してもらいたい。それが終わったら俺たちの知る全ての情報を君に教えよう。他にお求めの情報が手に入るルートなんて君にはないと思うけどね。はあ、仕方ない。せっかくのご新規様だ。ここは出血大サービスといこう。これは手付金、そして贈り物だ。ブラックショアにとってのこの花の意味を知った君へのね。俺たちのことが信用ならないのなら、あの植物に詳しいレディーに見せてあげてくれ。それでもダメなら、あんこ、今だ！あの脳殺ポーズを！お兄ちゃん、こんな可憐なあんこちゃんを断るなど誰にもできまい！そうだろう？じゃあ決まりだ。延長の沼近くの中枢信号塔で待ってるよ。あ、一応一人で来てね。この戦いは、あんことアルトはいつも通り？
ああ、いつも通りだ。じゃあこの大きいのはあんこがもらっちゃう。黒目白目行くよ。一丁上がり。あんこはできる子だからね。